するしない？それでは今回の匠ご覧ください。第4局オーラス開始です。皆さん手配を開けてください。ドラがウーピン。前局のしもちゃんの上がりで太郎さんは現在3着目となりました。このオーラストップまで7500点差、はい、2着まで900点差、はい、4着目はかなり遠いんでね、上を見ての戦いとはなりそうですけれども、はい、まあ、これは、はい、大体上を見ていけばいいですね。はい、あとは遠い面さんのやり口じゃないんですよね。これタイプによるんですよ。まあパワー1から入りましたよ、はい。あの人、あのトイメンさんがあの人、はい、トイメンさんが、はい、例えばシビアなタイプだったら、うん、まあ、本来は多分それが正しいんですけど、うん、もう素点しか関係ないんで、はい、積極的に上がる手は上がる、回復ちょっとでもして、はい、ということですね。っていうタイプだったらめっちゃ結構僕不利なんですけど、うん、はい、もしあの人にここはなんとか大物手を作ろうっていうタイプだったら、うん、とかおとなしくしようというちょっと謙虚なタイプだったら僕あんまり振ってないんですよ、はい、どんな風になるかね、はい、最低2着になれちゃうんですよ、うんうんうん、大体積もった時に親かぶりで1000人以上で変わっちゃうし、しもちゃんの親が脳天であれば2着になれるんで、だから2着を維持するよりは維持する気持ちはそんなに持たなくていいかなと。基本はトップを見ていけばいいんじゃないかと思うんですよ。ってなると8000点は作ってっていうことですか、はい。だから展開2着、自分が上がらなくても2着になるケース結構多いんで、はい、あの2着で終わらせるっていう上がりよりは、あの結構積極的にトップを狙っていくような選択をした方がいい、はい、でなると今回は7500点差で、はい、まあ、3900着か、そうですね、まあ、漫画は上がるか、うん、まあ、1、3、2、6届かないんで、まだ、まあ、リーボー出れば届くんですけどね、はい、まあ、これ仕掛けるんですか。いや、それはね、現状仕掛けられないですね。られないですよね、はい、今この手は3900、8000あたりを目指すとなると、はい、で、ね、まあ、あの手なりでいいと思います。リーズも、うん、まあ、だからリーズも赤プラス裏か一発か、まあ、赤を引いてくるか他の手ができるか、うん、みたいな進行で、この手だったら白は泣かないけど手なりで赤を絡めた、うん、見えますね、進行がいいんじゃないかと。1対1ではどこから行きますか、はい、で、まあ、一通はあんまりならないですよね、はい。一通の場合は3瞬ずつ作るんです。1瞬ずつあって、ちゃんとなると、かなり限定的なつもりが要求されるんで。あと5種類、はい、4種類足りないですね、満足が。一通はほぼならないし、はい、まあ、一応2品3品で採用する、順からの、すぐ瞬ずができれば採用するんで、まあ、ここは E1 から。E1 から、はい。なるほど。2着を見た打ち方というよりも、自然とこう、高くリーチを打って、はい、積もって、トップまで、そうっす。まくるような思考になる。おとなしそうな顔ですね。嬉しいですね。パワーワンリャン相当知ってますね、はい。さあ、これで伸びてきました。こうなると、はい、リャンピン3品があんまり嬉しくないんですよね。リャンピン入ってもなんか、はい、ただチュン重なっても泣けないんで、だから2役だったら泣けるんですよね。だからああ、そっか。チュン面前で何個なれば十分だし、まあ、ここはチュン重なりの方がリャンピン3品よりちょっと嬉しいか。リーピンよりチュンを大切に。はい、今回はまずは自然とリーチが打ってるような手組みを目指しています。親がペンちゃん払ってきました。そう、パワーワンが場に2枚ゲーになった。きた、まあ、これは足りてきました本当に、はい、まあ、これを十分系と見れば数を離してもいいんですけど、はい、別にこうなったらなんだろう、マクオスとかいたらめちゃめちゃ嬉しいし、まあ、絶対にここを切らないかというとそうではないし、うんうん、まあ、絶対執着するわけじゃないですよね。別にウッパーも別に今3枚見えで、うん、絶対にここにすごいいいわけでもない、でもない、うん、だから一応ね、孤立の違う、はい、まだ変化を見て、はい、いいシャンテンですね、はい、反動ピンでもリーチを打つのか、打ちますね。お、両面でもカンちゃんでもリーチを打つ判断になりそう、はい。これいいんすか。いやだって
うちの番組やらせはございませんので、はい、入りました、はいはい、これは確認しましょうか。ちょっとなんか今までめっちゃ喋ってたのに、ここであんまり喋んないとめちゃめちゃ当たり前になっちゃうじゃないですか。いやらせじゃないですもん。いや、あの他の人の前読みみたいなされちゃったら嫌なんで、勝負に徹すると一応喋ってから切りましょうか。でもそうしましょう、はいはい、これは不満、不満を言えば、はい、やっぱ2枚切れ不満ですけど、うん、でもね、これ外すことないじゃないですか。これ一応あの理術として、はい、値上がりってします？そこですよね。でもこれはしますね。あ、するんですね、はい、裏を見て。やっぱりどの偶然を取るかで積もるのも偶然じゃないですか、うんうん、で1枚今残りマックス5枚のうち1枚で多分積もれる可能性って、あ、でも分かんないな。まあ5割ぐらいは陸まで行けば積もるんですけど、押された時にその人に上がれるのが最悪なんですよね、うん、でやっぱり5割弱積もれるとして、まあね、はい、3割裏ドラ乗るとしてまあこういう形ならね、はい、3割ぐらいいただきたいですね。どっちが得か、うん、で流局まで行けば5割だとしても、うん、途中で終わっちゃうこともあるんですよね、上がれないで。そうですね。だからこれは伸ばしたいね。最後にしみじみと一言。どちらでもいいんですよ、太郎さんの好きな方向で。まあ終盤ね、押してなかったら見逃しましょう。おお、あの例えば早めに押されちゃうと、はい、ちょっと上がらざるを得ないですね。はい、分かりました。そういう感じでいろいろね、意見もまとめて今自分に一応かけました。さあどうなるか、上がりきれるか、積もればね、もう無条件で積もれば問題大丈夫ですけど、親勝ち積もれば問題。そうですね、今一発で出してくれるならね、もう何の悩みもいらないですけど、さあどうだ。三面茶のとこね。でもそんなの気にしないですよ、ね、これが単品だったらもうやめてんだったじゃないですか。そうなんですよ、そこですよね。確かに。え、でもこうなりますよね。まあね。このリーチかけた時にそうやって思うこといろいろあるんですか。いや、もちろんありますよ。リーチする前からやっぱりこの形だとね、うわの追いかけリーチの声でこのパワー開けました。さあ裏が乗れば逆転、裏が乗れば逆転です。取りませんでした。ということでリーチ赤ドラは5202着という結果で。本当に2着ですか。これ何、誤作動してます。はい、裏ドラ1枚3割ぐらい乗ってもいいんじゃないかって声がありましたけど、トンでしたね。という結果で太郎さん打ち終えました。皆さんの手も開けていただきましょう。さあこのような形でした。あ、グッパーワンいっぱいいますね。なでもそんなに意外といましたね。マックス5枚で今残り3枚ですね。あと3枚いましたね。はい、このような結果になりました。太郎さん、はい。まあ麻雀、そう、気持ちの整理しましたね今ね。どの偶然を、はい、全部偶然なんで、うんうん、どの偶然が一番ね、はい、自分ちょっと得か、まあね、これ最後ちゃんとそのどうするかも踏まえて考えてからのリーチでしたからね、はい、そうですね、迷いもありませんでした。はい、はい、さあというわけで今回太郎さんは2着で終了となりました。さあ匠、今回は鈴木太郎プロに打っていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果はね、最後裏ドラが乗れば逆転、乗らずの2着というでしたね。結果ですけれども、内容含めあのご自身の思考はかなり伝えることできました。そうですね、はい、まあもうちょっと強いて言えば伝えたかったところもあったんですけど、はい、まあ、どこら辺がちょっと足りなかったかなと思います。ちょっとアシスト的な、あー今回そういうパターンにあまりならなかったんですね。遠い仕掛けだったり、あのね、はい、見せ方のね仕掛けが確かにそうですね、あまりそういう場面にならなかったっていうのが ね、はい、ありますね。でも相手に与える印象だったりの仕掛けは今度ぜひね、また次回に見せていただきたいなという
ところではありますが、トンバナンバでかなり意識の違いと、あと自敗の切り順ですよね。まあ大事ですよね、うん、まああと、まあ、僕はあんまり坪木寺氏はそこまできっちりかっちりやってないんで。そうでしたね、確かによく忘れちゃう、あやべっなったり、まあ、ただあの、はい、意外と違和感があるときはね思ってたり、かなりそういうところはねしっかりする部分だったりは、うん、まあ、そこ気になるって言ってくださいますね、まあ、単純記憶って難しいんですよね。だからちょっとそこは許して、あの得て増えてあるじゃないですか謝罪いやでもそれ以上のあの実践的なお話がたくさん聞けて、そうですか、かなりこれはまた、まあでも喋ってると考えてるのは一瞬で頭の中なんで、はい、パパっていくけど、考えて言葉にするとちょっと間違ったこと言えないしなみたいな言葉選んじゃったりちょっとドキドキしましたはい、なっちゃうんで、ちょっとまだろっこしいところもあったと思うんですけどね。いやでもこれを見てまたあのマージャン周りのね、麻雀の質が選手たち上がってくるかもしれないんで、ライバル増えてしまうかもしれませんが、そんな難しいこと言ってないですよね。いや、そうじゃなくてレベルアップを手伝ってしまったということ。ああ、まあいいです、それでも負けないぐらいね、自分も頑張ればいいんで。かっこいい、はい、これからも太郎さん頑張ってください、はい、今回はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして今回もプレゼント企画があるということで、太郎さんからドリブンズの T シャツをいただけることになりました。こちらです。でこちらにサインいただいて、太郎さんの、はい、はい、抽選で1名様なんですけれども、今回は応募フォームの方をご用意しました。こちらに皆さん欲しい方、抽選で1名ですのでね、ぜひ書いていただいて、誰に当たるんでしょうか。レアですよね。サイズはあるんですか。 L です。 L はい、サイズは L です。え、僕ですよ。 LL じゃないと嫌なんですけど。え、太郎さんに当たることないって大丈夫ですか。女性に当たるかもしれないし、ね、はい、僕嫌なんですけどの発言がとてもキュートで可愛らしい。ありがとうございます。こちら当たるのでぜひね、太郎さんサインもお願いします、はい、皆さんぜひこちらゲットしてください。